ユニクロのタックワイドパンツの CM が何か話題になってるっぽいなスタイルがよく見えない本当にあれってかっこいいのんどういうことだ皆さんこんこにちはススタイリストの大山俊です 今回の動画なんですが僕も最近知ったんですけどもちょっとネットで話題になっていたユニクロのタックワイドパンツの CM ですねそれがあんまりスタイル良く見えないとかあれって本当にかっこいいのという声がですね割と多く出てるようなので今回はプロの視点からタックワイドパンツって本当にかっこいいのかどのような人に似合ってどのような人には難しいのかこのあたりをですね徹底的にお伝えしながらじゃあ大人の男性にはどのようなシルエットのパンツが一番似合うのかこのあたりまでしっかりと解ます 解説をしていきたいなと思っています 僕は普段あんまりテレビを見ないのでこういった CM をやってることもわからなかったので、まあ、じっくりとですね CM の方も見てみたんですね僕自身は CM を見ていても特に違和感は覚えなかったんですねじゃあどのような声があるのかというところで色々と見てみるとあんまりスタイル良く見えないよねだとか本当にあれってかっこいいのだとかモデル体型じゃないと着こなせないよねっていう声が多かったんですね、まあ、そのような声に触れてみて僕自身の感想なんですけどもそりゃそうだよね確かにその意見もあ とというところでで言ってるるこことはよくわかるんですねじゃあなぜこのような声が今回増えてしまったのかこのかこ辺りについてなるべく丁寧に言語化していきたいなと思ってるんですけども、まあ、そもそもタックワイドパンツというのはどのようなものなのか先日僕の YouTube チャンネルでも皆さんにご紹介させていただいて素晴らしい仕上がりでしたということを言ったからには責任を持ってこの辺りは皆さんに説明する必要があるかなと思うんですねなので私物のタックワイドパンツ持ってきてみました 新しい仕上がりだと思うんですねただ注釈として誰にででも似合ううボトムスではないといとところこのあたりはしっかりとお伝えする必要があるのかなと思っていますそもそもユニコーンの商品というのはベーシック寄りのものが多くてサイズ感で言うとスタンダードなジャストサイズからものによってはタイトなものもあったりしますしその中に最近は少しずつ緩めのサイズ感ですねトレンド感のあるものを増えてきているんですがやっぱり軸足は定番的なジャストサイズかなと思うんですね この中でタックワイドパンツというのは結構ですね特殊な存在かなと思います。 サイズ感もですねかなり太めに設計されていましてもも周りにもゆとりがありますし膝から下もテーパードシルエットというように徐々に細くなっていく形じゃなくてストンと落ちるような形になってるんですね、まあ、このあたりのシルエットでいうと従来のユニクロ的なものとはちょっと遠いアイテムになってるんですねですのでこのパンツというのはそもそも癖があるというところここをですね理解する必要があるかなと思うんですね、まあ、ユニクロには様々な名作ボトムスがありまして、まあ、こちらのような感動パンツがあったりだとか僕の動画の 中でよく出てくるスマートアンクルパンツがあったりだとかそして今回ご紹介するタックワイドパンツだとかまあ、このようなものが代表的なボトムスかなと思うんですね関東パンツは結構細身なんですねまあかつてトレンドだった細身のシルエットのボトムスとしては足が綺麗に見えるしスタイルがよく見えるというところでこれはこれでファンの多いジャンルかなと思いますそして中間的なのがスマートアンクルパンツですねこのあたりに関してはもも周りには少しゆとりがあるんですけど膝から下にかけてテーパードが効 ている徐々に細くなっていくのでそこまでやぼったさが出ないけども感動パンツよりはトレンド感を感じるようなそんなボトムスになっているんですね一方で今回ですね話題になっているタックワイドパンツに関しては かなり太めのシルエットなんですねトレンド感がかなり強いただワイドパンツというジャンルの中ではユニクロのタックワイドパンツそこまで大きすぎないんですねもっと太いものはたくさんあって世代によってはボンタンに見えるというような意見も結構あったりするんですよね確かにその気持ちは分からなくはないかなと思っていますでこのユニクロの様々なボトムスの中でどこがしっくりくるのかっていうのは結構ですね人によって様々なんですね例えばどれぐらいのファッション 経験値があるのかセンスを持っているのかそれによってもどこがしっっくくりくるのかはは変わってきますすあとは年代ですねこれも全く変わってきます10代20代の世代にとってはタイトなものよりもワイド感のあるものの方が目が慣れているのでそういったものに対して抵抗感が全くないんですね一方で30代後半から40代以降になってくるとやっぱりですねかつてのトレンドタイトシルエットですねこの辺りには目が慣れているんだけどもワイド感のあるものというのはやっぱりまだ 目が慣れてないというところがあっていわゆるタックワイドパンツみたいなものを見た時に違和感あるなぁかつてのボンタンっぽいなぁという形でしっくりこないという方がめちゃくちゃ多かったりするんですねまあ、このような問題があるのでタックワイドパンツというのは結構ですね人口比率で言うとおしゃれ中級者以上の方におすすめのパンツになってくるのでかなり似合う人の割合としては少ないかなと思うんですね一方でテレビ CM というのは見てる方も結構大人世代の方が多いと思うんですねまあ、結構1代に 20代の方はテレビも見ないし CM も見ない方が圧倒的に多いかなと思うので CM を見てる層は一定の大人世代そうなってくるとそもそも世代的にワイドパンツというものに対してあんまりしっくりこないなというのがあったりだとか、まあ、やっぱりこう人口比率としてもおしゃれ中級者以上の方ってそんなに多くはないので CM を見た時にあんまりしっくりこないという方もやっぱり少なくないのかなと個人的には思っていますでこのようなタックワイドパンツというのは、まあ、正直ですね履いていてて足が長く見えたりだとか スタイイルがよよく見えるようななアイテムでではないんですねそういったスタイルアップを目指すのであれば感動パンツのような細身のシルエットの方が美脚に見せることは断然できるかなと思うんですねまあそもそもおしゃれの目的ってそれぞれだと思うんですね自分のスタイルをなるるべくよくよ見せるということが正解こういった考え方も確かにあるかなと思うんですがスタイルはそんなによく見えないんだけども今のトレンド感に合っていてこの独特のやぼったさを楽しみたいという価値観もあるんですよなので自分自身のファッションの価値観 時間によっっっててどこがしくくくりるるかは全然変わってくるんですねなので普段ユニクロを使っている方にとってはタックワイドパンツというのはちょっと異質な存在なのでなんかしっくりこないなと感じている方僕の動画の視聴者の方の中にも結構多いんですよねタックワイドパンツその前のタックテーパードパンツこの辺りは結構賛否両論があるんですねだけど YouTube を見るとタックワイドパンツだとかタックテーパードパンツはかなり絶賛されているわけなんですねそれなぜかととといううファッションというのは 何度もお伝えしている通りファッションが大好きでトレンド感だとか時代の空気感をうまく取り入れるのがかなり好きな方々なのでこういったタックワイドパンツのですねシルエットというのは非常に親和性も高いし感覚にフィットしてるんですね一方で感動パンツのような細身のボトムスというのは今の時代感としてはちょっとまたトレンド感満載のものではなくてこういったものもスタイル良く見えるからいいよねとは思うんだけどもこぞって今紹介するというようなものではないのでどうしても太めのパンツの方が 脚光を浴びやすすいんですねだからこそいろんな年齢の方いろんなファッションレベルの方がタックワイドパンツを履いてみてなんか合わないけどこれ本当にかっこいいのというところで違和感がある方も少なくないこんな状況を生んでるのかなというふうに思っていますそして CM を見てもう一つ思ったのは元アナウンサーの国山ハセンさんがですね このタックワイドパンツを履いていたわけなんですがこの方が正統派のイケメンでなおかつスタイルのいい方なのでこのような雰囲気の方とタックワイドパンツって意外と相性が良くないんですねこのような洗練された雰囲気の方にはワイドパンツよりもやっぱり細身のパンツでモデルっぽくバシッと着てもらった方がやっぱり似合いやすいですし見てる側としては安心感があるんですね栗山さんのような正統派のイケメンの方よりはちょっと癖のあるような パーマをかけていたりだとかメガネをかけていたりだとかヒゲが生えていたりいだとかそのような雰囲気の方の方がタックワイドパンツって似合いやすいんですよね例えばミュージシャンの方で言ったらキングドゥの常田大樹さんだとか俳優の滝藤さんだとかこのような方々が感動パンツを履いていたらそれこそ違和感があるわけなんですよねちょっとやぼったいシルエットのものを履いてた方が雰囲気にバチッと合ったりするのでご自身の雰囲気だとかテイストによってこれが似合うか似合わないかというところもめちゃくちゃ分かれの そののたたりもも含めててちょっっっっとと違和感を覚えた方いいいらっしゃったのかなという,ふうに思っています、まあ、この辺りを踏まえた上で、じゃあ大人世代はどのようなシルエットのパンツを履くべきなのか、この辺りに改めて立ち返っていきたいなと思ってるんですが、なるべくスタイルをよく見せたい、大人っぽく上品に着こなしたいのであれば、感動パンツのような細身のシルエットのボトムスが、まず間違いなく似合いやすいかなと思いますし、チョイスすべきだと思うんですね。一方で、少しトレンド感も取り入れたいだとか、感動パンツだと細すぎて中 なかなか合わないんだよねという方には スマートアンクルパンツですね。このあたりのもも周りに少しゆとりがありながらも、膝から下、適度にテーパードが効いてるパンツというのは、かなりハマりやすいかなと思います。人口の割合で言っても、ここがハマる層が意外と多いような感じがしていて、僕の動画の中でも、一番おすすめのパンツは何かと聞かれたら、スマートアンクルパンツなんじゃないのかなというのは、未だに変わらないところかなと思っています。一方で、おしゃれ中級者から上級者ぐらいになってくると、ちょっとですね、スマートアンクルパンツでも退屈に見えるんだよねとか、もうちょっと取り トレンド感出出ししたたいいいなななとか、ももうう少し癖を強めたいなという方も必ず出てくるわけなんですね。そういう方にとってはタックワイドパンツはもう大正解でぜひ履いてみたいアイテムかなと思うんですね必ず飛び級をせずにまずは一歩ずつパンツのシルエットを大きくしていくことが大事だと思っていまして、まあ、最初は感動パンツぐらいの暮ったくないものから入ってそれからスマートアンクルパンツ、まあ、いきなりスマートアンクルパンツに行くのもいいかなと思うんですけどもここに慣れてきてなんか物足りないなと思ったら例えばスマートアンクルパンツの タックワイドパンツよりも少しシルエット太くなるんだけどもタックワイドパンツほどではないグリーンレベルのオルマイージーパンツですねこのあたりが使い勝手がいいんですね適度なゆとりがあるんだけどスマートに見えるところの設計がかなりこれはよくできてるので、まあ、こういったところに行ってオルマイージーパンツよりもさらにトレンド感を出したかったらユニクロのタックワイドパンツに入っていくだとかこのように徐々にステップアップして自分の感覚とおっきなズレがないようにしていけば気づけばタックワイドパンツが愛用品の一つになっていた,こういった いいたケースは少なくないかなくかと思います、まあ、実際ですね僕のオンラインサロンだとか YouTube のメンバーシップチャンネルの方ではタックワイドパンツの評判ってめちゃくちゃいいんですけども徐々にですねパンツのシルエットを大きくしていったという方が多かったでするのでこのような形をとっていただければ全く問題がないのかなと思っていますまた色選びも大切で CM の中では確かグレー系のタックワイドパンツを履いていたと思うんですが、まあ、それよりもですねシルエットがどうしても横に広がってしまうのでブラックを選んだ方が断然シャープに 見えるかなと思うんですねですので色選びも含めて是非皆さんにはですねタックワイドパンツというところを楽しんでいただきたいなと思っています。 はいとといいうことでいかがでしたでしょうか今回の動画ではユニクロのタックワイドパンツの CM ですね、まあ、こちらにさまざまな声が上がっていたのでなぜこのような現象が起きてしまったのかそのあたりをですねなるべく分かりやすく言語化して解説をさせていただきましたタックワイドパンツ自体には全く罪がなくて非常によくできたボトムスだと思いますここの考え方はブレないんですがやっぱり似合う人と似合わない人がいるし見慣れているかどうかっていうのもあるんですよね いきなり普段細身のものだとかジャストサイズのものばかり生えてる状態からワイドパンツを見るとやっぱりスタイルが悪く見えるし足が短く見えるというのは事実なんですねですが少しずつシルエットの変化を楽しんでいくと目が慣れたりだとか感覚が慣れてくるので意外とスムーズに移行できたりするのでまあそのあたりも一つの要因かなと思っています皆さんの年齢だとかファッションの習得度だとかあとはキャラクターとかにもよってだいぶ似合うものって変わってくるんですねですのでこのあたりを踏まえながら 少しずつでいいので自分のファッションの感覚というのを広げていくと様々な着こなしが楽しみやすいかなと思いますのでぜひ皆さんも今回の動画を参考にしながらどのボトムスを選ぶのか検討していただければなと思っています これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けの内容ですね。まあ、今回で言うとこのタックワイドパンツだとか、少しゆったりめのシュレットのものなんかは普段の動画ではなくて、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりめに解説をしています。週3本のオリジナルのメンバーシップ向けの動画と、週1本のライブ配信をやってるんですね。 こちらの方では皆さんから頂い,いたご質問にその場でお答えをしていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというのもやっていますそちらの方ではおすすめのアイテムですねリアルタイムでどんどんご紹介をしてまして文章と写真ベースで解説をしているのでだいたい1本あたりですね12分で読めるような分量で皆さんにコンテンツを提供しています僕も1日12本記事を出していますし僕以外のスタイリストの方も記事を書いてくださっています また参加者の皆さんも気軽に投稿することができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめる場所になってますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックしていただければなと思っています以上ススタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに